ーゲ文明は古代ギリシアにおける最古の文明。有名なトロイア、ミケーネ、ミノアの3文明のほか、さらに古い段階のキクラデス文明やヘラディック期ギリシア本土の文化などがある。ドイツのシュリーマンのミケーネ遺跡発掘により存在が確認された。前期ーゲ文明では基本的に戦争もなく、比較的平和な時代だったと推測される。 それは発掘された王の宮殿からも推測できる。城壁もなく、開放的な城の姿は、海洋民族の特徴と言える。一方、後期英ゲ文明では、城塞がその特徴の一つとなっている。地中海を通じて古代オリエントと近く、他地域に先駆け文化が発達。千文字 A、千文字 B などの高度な文明を残し、古代エジプト文明の影響を受けたとされ、 また、青銅器文化も栄えた。しかし、紀元前12世紀頃すべて突然滅亡。原因は未まだ解明されていない。高能王政の衰退とも言われているが、北方ギリシア系ドーリア人、もしくは海の民の侵入との説が有力。三文明滅亡後のギリシアは、人口が激減し、千文字も人々から忘れ去られていったようである。ーゲ文明滅亡から古代ギリシア。 ショポリス成立までの約400年間は記述による記録も残っていないためこの時期については不明である。そのためその時期を暗黒時代と呼ぶ。ありがとうございます。